ガーデンオブバンバン。どうも皆さんこんにちは、ナルチャンネル、チャンネル支配人のナルトです。本日はこちらガーデンオブバンバンっていうゲームをやっていこうと思うんですけど、まあこちらのゲームどうやらなんか幼稚園を舞台にしたね、なんか脱出ゲームみたいな感じなのかなのゲームらしいんですけど、めっちゃ有名らしいね。ナルチャンネル今この動画を撮る本当に数十分ぐらい前にスチームポチポチって構って、めっちゃ面白そうなゲームと思ってね、少し調べたらめっちゃ有名でしたね。いやもうナルチャンネルまたなんかその有名なゲーム知らん体でやってるやんとかはなしにしてほしい。本当に知らなかった。というわけでこちらちょっとねガーデンオブバンバンやっていこうと思います。ニューゲームでいいのかな。え、怖っ、怖っ。英語しかないのかな。 For a parent looking for their missing child、 なんていう意味なんだろう。子供たちを探してるってこと。 Time is a delicate matter、 Click the clock to advance time。 何、こうしたらなんかなるの。あれ、あ、時計が進んでるってこと。へえ。何も見てなかった今。絶対大事だっただろうに。あ、こういう系か。やばい、画面用意する。待って、これで動けるよってことね。なるほど。あ、なんかこういう感じなんだね。俺もうちょっとなんか楽しいゲームかと思ってた。なんか俺普通にもっとポップなゲームかと思ってたけど、ちょっとホラー要素ある、もしかして。やめていい、これなんかできないのかな。なんか絶対になんかあれだよね、何かできますよ的な感じになってるよね。うわ、めっちゃ我慢用意する。これこの子たちは何なんだろう。あとなんかこれ俺のパソコンの問題かな。すごいなんかこのなんて言うんだろう、画面のスムーズじゃなさが半端じゃないね。これはあれかな、閉園後の幼稚園っていうこと。 Having many arms allows me to help a lot more people。 俺手がいっぱい入ってるからいっぱい助けれるよってこと。いいやつじゃない。でも普通になんか見た目はちょっと怖めだけどいいやつよね。幼稚園にこれあんの。待って、ちょっと幼稚園にこのさ、あのあれだよね、駅とかにあるパン売るタイプの自販機あんの。しかも一個たりとも入ってねえじゃねえか。ああいう自販機に売ってるなんかカピカピのでかいパン美味しいんだよね。カピカピのでかいなんかパンうまいやんね。これをなんかしなきゃいけないんだろうなきっと。さあちょっとあまりにも俺がゲーム内の指示を見てなかったんで、ここからもう一回スタートにしました。なんかきっとこの時間が経つにつれて変化があったりしたんだろうか。あ、子供の声がしなくなったね。あ、で急にこの絵が出てきてたんだ。わからんね。なんかヒントがあったんだろうか。でちょっとなんか指示をもう一回ちゃんと見よう。 W と A と S と D のキーで歩けるよって言ってるよな。プレス E、 あ、 E だったんだ。基本中の基本じゃねえかっていうね。あ、なんか拾ったね。でシフトキーでジャンプするよ。あ、じゃ違うわ、シフトキーでしゃがみができるってこと。しゃがめないよ。スプリントって今言ってたけど、お、なんかこういうのもどかせれるんだ。他にできるものは特になさそうだったよね。とりあえずここから出ればいいのかな。あ、開けれるんだね。ここなんもないのか。ダンボールとドローン。ザ・リモート・リクワイヤーズ2バッテリーズ。ん？あ、なんか手紙みたいなのが落ちてる。 Dear Mommy, I am hiding a room。 部屋に隠れてるってこと。 But I have to fight the monster。 モンスターと戦ってるの。なんかモンスターでもめちゃくちゃ弱そうだけど。It is the only なんて読むんだあれは。なんとか to make chair。
Like me。 あ、なんか女の子がいてその子のためにモンスターと戦ってるみたいな、かっこつけてんな。マセガキだな、幼稚園児のくせに。でもなんか何もできないのか、手紙拾っただけ。うわ、なんかもうさ、そういう急に出てくる系だったらちょっと俺やめるよ。なんか怖いのは別にいいよね、なんかびっくりをやめてほしいんだよな。Eat vegetables and fruits to become strong like me。 普通にいいやつやんね、さっきからね。この壁に書いてるモンスター的な、あ、電池押してる。あ、そういうことか、2個電池見つけろってこと。なるほどね。こんなんあったっけ、さっきこんなとこに電池落ちてたっけか。あ、飛んでるドローンが。え、あ、ついてきてくれんのドローン。プレスレフトマウスボタン to use your toy。 あ、俺がクリックした場所にドローンが飛んでいくのね。プレスライトマウスボタン to teleport the toy to near the room。 あ、こっちに来てっていうのが指示が出せるってこと。どっか行ってよ、あ、いたわ。コントロールズキャ、あ、見てなかった。あ、ちょっともう一回出してほしいな、今の指示。今の指示をもう一回出してほしいな。あ、あれかな、あれにドローンをぶつければいいのか。なんか違うっぽい。あ、合ってたね。ん？違うの？今なんかこれにぶつけてクリアじゃないの？え？あ、全部押せばいいの？もしかして。全部のこれをポチポチしなきゃダメ？おっしゃ、開いたっぽいね。どれが開いたんだろう。あ、こっちが開いたんだ。なんかいるよ。あれ、ならさっきの手紙に書いてた鳥みたいなやつがいたけど、あれがモンスターってことか。随分と可愛らしいモンスターだな。こっちには行けないの、入れないんだね。普通に追いかければいいのかな。あれ、なんか入れないけど。あ、こっちに行けたんだ、こっちから。 The toy cannot be directly common。 英語はあんまやめてほしいんだよな、簡単な英語だけにしてほしいな。イエローグラスって言ってるな。この黄色いガラスをドローンはなんかできるってこと。違う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 。あ、ドローンが入れないってことか、この黄色のところには。何？何？急にさ、なんか音出るのやめよう。あ、ドローンでこのガラスが割れるってこと？一回出たらいいのかな。あ、こっちは普通に開くんだね。うん。急にさ、ちょっと BGM とか出すのやめよう。でもなんかさっきのやついることない、あれ。え、急にお前動くとかないよな。あんまり言わない方がいいのかもしれないけど、急にお前が動くとかないよな。オペラバードミッション。あ、よく見たらなんかこれなんか壁にミッションが書いてあったのか。ちょっとさっきのところに戻ってみようか。各なんか場所にミッション的なのがあった。これだとちょっと読めない英語。なんとかコーナーって書いてあるけど、本当に読めない英語やめてほしい。あと、もう画面酔いがだいぶ進行してる。とりあえずこっちのミッションしか今できることがないのか。6個の卵を取ってこいってこと。これを集めればいいの、もしかして。あ、なるほど。今の卵の6個こいつに
入れるってこと。めんどくせえな。あ、普通にあるじゃん。意外とこういうところにあったんだね。この部屋以外にもあんのかな。この部屋だけであと残り3つは絶対にないよねって思ったけど、あんのか。意外と落ちてんな。あれ、なんか1個見つけたら新しく発生してるとかある。あ、普通にあるじゃん。あと1個だね。本当に画面酔いすごい。本当に画面酔いがすごい。ちょっと一回俺3時間ぐらい休憩していいか。でなんかあと1個の卵がどうにも見つかんないな。とりあえず今ゲットした分だけ入れてみるか。こんなとこになんかボタンがある。あ、なんか押せるようになってんね、あれが。押したらなんか出てくんのかな、卵が。マジであと1個がどこにもないんだよね。うわ、出てくるんかい。なるほどね、そういう仕掛けもあったんだ。疲れた。たったこんだけのことに画面酔い込みでマジでしんどい。これで6個全部卵あげたよ。あげたよね。え、クライムユアリワードアットザマウス。あ、なんかある、カードキー。どっかに使えるのかな。部屋がありすぎてちょっとここまでは何もしてないよね。あ、今のでここが押せるようになったっていうことなんだ。なるほどね。あ、あっち側開くんだね。なんか向こうの廊下の方じゃないんだ。ハンマー。ディストラクションアット1。もしかして今俺めっちゃバカだった。めっちゃバカな呼び方した、今なんか。で、その1がなんかあんのかな。ハンマーってことはあっちかな。あの木の板のところが突破できる。あ、取れるようになってるね。いやー、結構長い、もしかして。もう終わりでいいぐらいだよ俺。ちょっとプレススペースとジャンプ。ジャンプは分かってんだけど、ここはまだん？なんかが動いたのかな今。あ、そういうアクション的な感じか、これもしかして。これは押すタイプのじゃないんだね。何？エマージェンシーストップ。何何、ちょっとそのさ、わかんないのやめて。あ、これで動くようになってたんだ。しまったな、乗らなきゃいけなかったんだ。あれ暗すぎて見えんのよ。これに乗ってこれを押せばいいのか。動いてる。あ、動いてるね。急にその音楽やめてほしい。あ、落ちちゃったよ。
俺今ゲームオーバーだったんだ。あーでこっからなんだね。そこ優しいね。なんか最初からとかにならないのは優しくていいと思う。これでもさ、俺今なんか何もしてなかったから落ちたのかな。向こうになんか What was my color ってあるな。あれ謎解きかな。こっち行けばいいのかな。なるほど、これを解かないとどうにも。何急に音鳴るのやめて。うわあれかな、なんか最初の方にあったこのキャラクターたちがヒント。このなんか腕のやつはなんか赤っぽかったよね多分ね。違ったかな。この多分鳥はピンクだもんね、さっきいたもんね。こいつは分からんな。お前俺初めて見たぞ。緑だったっけ、なんか野菜食うとか言ってたもんね。野菜がどうのこうの言ってましたもんね。あとのやつは本当に知らないな。こいつはなんか赤なんじゃないの。こいつが分からんね。使ってない色にしとくか、黄色とかに。でこいつを青とかにしてみるか。ってことはこいつが違ったんだろうか。あ、オレンジもあんの。ちょっと待って、多すぎない色が。カラバリが多すぎないか。じゃあこいつがオレンジだ。じゃあであとは当てずっぽうだな。あまりにも白ってことがあんのかな、こんなカラフルそうな感じで。さあちょっとこっちまで戻ってきました。あ、こいつ白だったんだね。ちくしょう、こいつ白であいつ青だ。じゃあめっちゃ惜しかったじゃん俺。であいつ赤だやっぱり。じゃあ一回戻るか。この一回戻るかで俺の体力とんでもなく消費してるんだけど、とんでもなく消耗してる今。画面酔いがすごいんだよな本当に。マジでごめん。こんななんか死んでーっていうテンション感でするゲームじゃないんだろうけど、ガチクソしんどい。酔い止めを買ってこようかな今度。さてなわけでこいつを白でよかったのか。おい、でカードキーをゲットか。これの使いどころがどこなんだろうね。え、なんで勝手に動いてんの。え、鳥なんで。あ、めっちゃこっち見てる。あ、そこに止まられてもちょっと困るな。あ、なに？あ、あ、あ、どうすればいいの俺。どこ行った？あ、襲っては来ないんだ。めっちゃこっち見てくるだけ？さあ、中途半端な怖さが一番怖いよ。あ、ドローンで攻撃できるとかでもないんだね。あ、ちょっと。さ、時間差攻撃あんの。こっからなんだ。これさ、鳥が来るもんね。だってね、逃げようがなくないこれ。だってこれがなんかヒントか。逃げようがないもんね鳥ね。おお、そこでアウトなんだ。それは知らん。分かったかもしれんぞ。あれを押せばいいのかな。鳥が来る前にこいつを押してしまう。なんかいけないんだけどこっちに。なんで進めなくなったんだけど。あ、じゃあこれもうダメなんだ。あ、俺もうこれ鳥がこっち来る前にあれに乗らなきゃいけない。もしかしてここで待っといて、あの椅子が違うわ。ドローンが使える。間に合うのこれ。押せたよ、ボタンを押したけど。うっ、ちょ、おっ、道ができるタイプ急に。あー、なるほどね、鳥から逃げなきゃいけないんだ。走れるんかい。こいつ走れたんかい。え、進めないじゃんでも。あー、積んだわ。まあとりあえず、いや、何をすればいいか分かったけど、
何をすればいいのかは分かったけど、結局でもどこに行けばよかったんだろうな。これ押して道ができて、でもさ、行ける場所がなくないか別に。これか、来た、あ、バイバイなんだそういうことか。え、これあとどんだけあんのもう終わりでいいよ俺もうだいぶクライマックスの感じだったよ今。あ、でもあと2部屋ぐらい。まだこの辺は開けらんないのか。今このオレンジのは開けれるようになったってこと？なるほどね。じゃああと2部屋分何かすればいいのか。何これ、ボーディングパス、クラス E、 何なんだろうこれは。これなんか QR コード読み取れるのかな。読み取ってみていい絶対に意味がないと分かりながら QR コード読み取っていい。読み取れるわおすごい。これ今この編集中の自分に任せるわ。それなんかコングラチュレーションズみたいななんか画面が出てくるわ。これちゃんと気になる人はあの QR コード読み取ってください英語だから一個も読めないけど、なんかメッセージが見れるようになってるね。ちゃんと細かいね。え、でもこれがあるだけで何もないのか。こっちが開けらんないんだもんね。あれ、できることなさすぎて戻ってきたらなんか物が増えてるな。 For you って書いてある。別に子供の声が流れてるだけなんだけど。地味にこのなんかヘッドホンで聞く子供の声って怖いね。なんかやだ。何？え？あ、ただその急にガチャガチャ音が鳴りよってだけ。この紫のはなんかできるのかな。それは気づかんてそれは気づかんだろうて。今の押したけどなんか変わったのか。 A few minutes later、 あれかな、これでボタンを押せばよかったのか普通に。なんか俺もいらん時間をなんかめちゃくちゃ使ってる気がする俺このゲーム向いてない。押せるんかい。あ、でこれが使えるようになったんだね。おいー移動式の床だったの。でも行けないな、こっちに。どこに行けばよかったんだろう。こっちか？入れないんだもんね。何俺が見てない間にさ物が増えるのやめて。あ、でこれでいいのか。ん、おお、ちゃんとそれは閉めた方がいいんじゃないかそんな雑な閉め方ある。あ、ちょっと壊れてんだね。そういう設定なんだね。わ、これで地下に進むってわけか。いや、もういいもう俺このゲームお腹いっぱいよ。地下編があんのこれ、大使みたいな。何
でかい音出すのやめて、普通に。どうしよう、おぉ、こんにちは。気になるなら2にってこと？気になるんだよな、でもそれは。